こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今年も残すところあと10日ほどとなりました。寒さも増してきて、この時期に活躍するのがスパイスです。私はシナモンやクローブ、ジンジャーなどのスパイスの効いたチャイは体が温まりますのでよく飲んでいます。クリスマスシーズンに、毎年娘たちと一緒にジンジャークッキーを焼きます。今日はこのジンジャークッキーに使っている生姜、ジンジャーについてお伝えいたします。ジンジャーは和名が生姜で、学名がジンギベルオフィキナーレです。昔からスパイスや薬草として世界中で使われている優秀な植物です。ハーブやアロマ、食用には主に根っこの部分が使われています。血行促進の作用に優れているので、体を温めて代謝を高めてくれます。葛根湯にも入っています。冷え性の人や風邪の引き始め、発熱時に効果的です。消化促進や胃のムカつきを抑える作用があるので、座りや吐き気、乗り物酔いにも効果が期待できます。こちらのクッキーにも使っているんですが、乾燥させたジンジャーには関節炎などの炎症疾患の緩和にも効果が期待できます。乾燥させるとジンジャロールという成分が生姜オールに変化して炎症を抑えたり鎮痛作用が強まると言われています。生姜は生のものをスライスしたり、みじん切りにしたり、千切りにしたり、すりおろしたり、さまざまな使い方でお料理やお菓子に用いられます。インドでは紀元前の昔から栽培されたと言われており、貴重味料としての記録は紀元1世紀頃のインドやアラビアの料理の本に見られています。10世紀頃のヨーロッパでは東洋の貴重なスパイスとして高価だったため、生姜の香りを楽しめるのは一部の特権階級に限られていました。人気が次第に高くなって14世紀には胡椒に次ぐ重要なスパイスとして用途が広がります。日本でも中国で古代から栽培されていた生姜が日本に渡来し、山椒を川はじかみ、生姜を呉のはじかみと呼んで区別していました。呉とは中国の三国時代の呉の国の日本式の呼び方ですので、5世紀の初め頃ではないかとも考えられています。香辛料としての生の生姜が使われていたことは当時の宮中の年中行事などの記録にも残っています。甘酒、くず湯などの飲み物、砂糖漬けの生姜のお菓子、お寿司のつまなどに生姜の香りが生かされてきました。肉、魚、料理、お菓子、各種ソース、さまざまな原料に使われますが、私は大さじ1杯の蜂蜜と生姜の絞り汁を少し入れてお湯で割ったものをいただくと体が温まって風邪の初期症状によく飲んでいます。でジンジャーは体を温める性質があるのでエネルギーを増すとも言われています。病気の治療の効果を上げるためにも使われていまして、成功祈願や気運アップにも使われているそうです。温かい性質から感情を温めたり緊張をほぐしてくれる作用も期待できます。でこちらのジンジャークッキーはシナモン、クローブ、ナツメグ、ジンジャーのスパイスが入っていて、小麦粉は全粒粉を使います。きび糖やレシピではモラセスとなっていますが、黒糖を使っているのでミネラルも豊富で体が温まる素朴な美味しいお味です。 LINE からでも Facebook からでもお問い合わせいただきましたら、こちらのジンジャークッキーのレシピもお伝えします。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは生姜をいただいて体を温めて元気に年末年始が過ごせますようにお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。